ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、皆さんこんにちは、伊藤圭介です。そしてはい、こんにちは、平野大作です。はい、3回目ということになりました。ヘイウエスタン、はい、3回目です。3回目なんですけど、あっという間2月2日ということで。早いですね。早いね。もう、うん、でもまあ年末年始とってもまた、うん、あの冬のお花っていうことで忙しくでも、はいはい、今度は自然にこう2月入ってくると、うん、やっぱちょっともう春近づいてきたよねっていう気持ちの面でも明るくなる感じはありますよね。そうですね、春になるとね、うん、まあまだでも2月は寒いんでね。はい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 、はい、もうちょっと辛抱ですけど、あとどうです、3、4週間1ヶ月、やっぱそのぐらい辛抱かね。まあそうですね、そうですね。はい、ということで、はい、今日もですねお送りしてまいります、伊藤圭介の「ヘイウエスタン」ということで、今日この後はですね、はい、安藤さん、義明さん、はいはい、作家の方をお迎えしてですね、はい、お送りしますので、またどうぞお楽しみというところでございます。それでは番組スタートしてまいりましょう、はい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソエルフラワーズの提供でお送りします。ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、ということでですね、大作さん、はい、メールいただいてますよ。早速行きましょう、メールに、はい、山川サバオの妹、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。圭介さん、大作さん、こんにちは。たった今ステッカーが届きました。ありがとうございま す、ね、嬉しかったです。また頑張ってメッセージ出しますね、ということで、はい、今テーブルの上にもですね、あのヘイウエスタンのステッカーありますけれども、はい、ちょっと動画またご覧になっていただくと分かると思いますけれども、こちらをですね、毎回メールくださった方の中からお一人の方にプレゼントということでございます、はいはい、サイン入りですよ、しかも圭介さんの。あ、僕のサインをとりあえず入れてますけれども、うん、はい、メールアドレスは hey@fmhello.co.jp ということでお待ちしております、はい、でそんな山川サバオの妹さんですね、先ほどの一言プラスもう一個メールが来てましたですね、素晴らしい、はい、はい、明日は節分、そうだ、ね、そうですね、考えてみればそうなんだよ ね、 で、 あさっては立春と、はい、春はそこまで来ていますね、はい、お花屋さんにもパステルカラーのお花が並び始める頃かな、うん、どう？いや、まあでもそうですね、春のお花はね、うんうん、スイートピーとかチューリップとかちょっと淡い感じのお花がね、うんうん、あ、なるほどね、そうかそうか、はい、しかし私の花は、そっちの花ね、私の花は今年もそろそろ花粉症の症状が来るかと思うと憂鬱です。圭介さんは花粉症は大丈夫なんですよね？僕は大丈夫です。僕は大丈夫。あ、大丈夫、うん、そう、大作さんは大丈夫ですかって大作さんのことをね心配してくださってますけれども、全然大丈夫、大丈夫だよね、うん、だからその苦しんでる方の気持ちがあんまりよくわからないんでんい、うん、あのすごく申し訳ないとは思いますけれども、でもなんかね、うん、1年に1回ぐらい、あれちょっと僕も花粉症になっちゃったかもしれないって思う時は、ああいうアレルギーってほら突然なったりするじゃないですか、まあね、うんうん、ありますね、あ、なっちゃったかなと思うと一晩寝ると大体次の日治ってるんでそれは風邪じゃなくて、あ、風邪じゃなくてなんとなくむずがゆくて、うん、鼻が、あ、ちょっとあれさっきくしゃみ出たしなとかって思う時があるんだけど、大体なりきらずに戻っちゃうっていうか治っちゃうっていうかね、うんうん、でもそう、もうぼちぼち花粉症出てるみたいですよね、うん、はい、そうですね、だからまああれ花粉って言ってもいろんなものに反応するから、うんうん、結構あのテストっていうかチェックみたいなのを病院でしてくれたりして、はいはい、あなたはこの花粉に対してのアレルギーですとかっていう、あなたブタクサですとか、そういう、あ、いきなりブタって言っちゃいましたけどね、あなたスギですとか、こういろいろあるんですよね、ありますよね、種類がね、うんうん、まあでもよかった花粉症じゃなくて、そうだよね、やっぱ仕事柄も大変じゃないですか大作さんだったら、あ、まあね、ね、お花とかね、いろいろだって花粉、うん、それこそ花粉の中で仕事してるようなもんだからさ、まあ、うん、どうち僕あんま仕事してないんでね大丈夫なんですけど、そうなの、関係ないんだけど、そうなの、そうなの、ね、でもまあ花粉症対策っていうことでは今いろいろ進んでいて、はい、まあ、お薬で事前に打つことによって、うん、あの、あんまならなかったりとか、はいはい、あとね、結構紅茶とかさ、あ、いろいろありますよね、いろいろあるじゃない、なんか飲み物食べ物でちょっと
なんていうのを直すっていうか、うね、あんまならないようにするっていう。ありますよね。聞くんすかね、本当に。どうなんだろう。自分、僕ら自分らがあれだから、わかんないんだけどね。ね、うん、ね、大作さんも AB 型なんですね。あ、これ血液、ね、ああ、そうなんですよ、うん、実は私も AB 型なんですAB 型率高いですね。俺もそうだから本当ですね。そう、うん、じゃあ今あのメールを出してくださった山川サバオの妹も、うん、私も大作さんもみんな AB 型っていうですね、うん、高いな、効率はすごいね、うん、なるほど。だから何っていうわけでもないんですけども、うん、集まるところには集まる感じもちょっとしない？あるかもね。だから割と AB 型なんか多い気がするんですよ。そう、僕らの周り割と言いますよね。そう、ね、まあ今日優太くんいませんけど、あ、獅子丸くんいませんけど、もうあの、まあでも何回も本名も出ちゃってるから別にいいんですよ。まあ、まあいいんだけどね。はい、そんなわけでこれからまあちょっと花粉症春になると、はいはい、まあ明るくていいなっていう感じもあるけれども、うん、そうやって花粉症で苦しいとかね。もうスギ花粉の方なんかもゴルフ場行っても大変みたいな人もね、いらっしゃいますね。行かなきゃいいのにって。そうだね。まあ仕事で行く人もいますからね。ゴルフの中継行ってもうぐしゃぐしゃになってる人とかね。そういう人もいますよね。遊び行くんじゃなくて。はい。さて、じゃあ一曲いきましょうかね。今日はね、2月2日、はい、魔女の宅急便の、はい、あのキキの誕生日が2月2日ということ。まあ仮想ですけども、はいはい、架空ですけども、あの猫、猫はキキだよね。そうだよね、猫のことですね。はい、まあジブリ映画の原作となったこれは児童文学で、うん、魔女の宅急便はそのハウルの動く城もそうなんですけれども、うん、その2つぐらいじゃないの、原作があってジブリ映画になるの。他はもう全部宮崎さんのオリジナルだったりするわけですから。ね、非常にこれがさ、しかもねこの魔女の宅急便が最初だったみたいで、この原作角野栄子さんという児童文学者の方が書かれている本なんですよね。そうなん、そうそう、だからあの映画以外にもお芝居になったりとか、うんうん、いろいろあの、ね、いろんなところで紹介されてるんですけども。なるほど。そんなわけでキキの誕生日なのでユーミンでこの、まあ、結局ジブリの映画に行っちゃいますけども、うんうん、そのエンディングテーマになりました、はい、優しさに包まれたなら。ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン、伊藤圭介の酒場放浪壁ということで、この放浪壁っていうね、壁をね、はいはい、しっかり言わないと、うんうん、なんか放浪記に聞こえたりするもんですから。あ、そっかそっか、そうそうそう、そこちゃんと言わないとね。そうなんだよ、怒られる可能性がある、怒られるね、うん、何言ってんのあの人みたいな勝手に何言ってんだね、ということで、はい、毎回ですね、はい、まあ、放浪はとりあえず今してませんけれども、毎回酒場で、そうですね、お話をね、はい、伺うということで、うん、いや、いいコーナーだわこれ。いいコーナーだよね。で、第3回のゲストはですね、浜松市在住の作家安藤義明さん。はい、もうやっぱり本格の結構大変みたい、言ってますよね、3つもなんか困ってな顔してなんか言うんだけど、うんうん、その例はたくさん書いてんじゃんみたいな感じなんですけど、はい、じゃあ早速その上を聞いてみましょう、はい、今週もはい、はい、大作さん、はい、はんなりさんにやってまいりました。お邪魔しております、はい、今日はね初めて、一番奥の右手入って一番奥の、ね、そうですね、お座敷でですね、ちょっとここはいい感じじゃないですか、ね、ちょっとここ、うん、もうなんか宴会気分になってしまいましたけども、ね、うん、はい、ということでね、今日はゲストに安藤義明さんをお迎えしました、はい、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。もう浜松市在住の作家さんです。そうです、もう、そう、緊張して緊張しても本当にそうなの、本当にそうなの、はい、まあ、じっくりとまたお話を伺っていきたいと思います。早速、はい、はい、お料理が、はい、はい、来ましたんで、はい、はい、大将ちょっと説明お願いします、はい、今日はちょっとお座敷ということでね、はい、先にご用意させていただきました。お刺身は本マグロですね。本マグロと金沢のサバですね、これまた、はい、いつも定番なんですけど、うん、これもう抜群に美味しいんで、この金沢のサバ、はい、毎回うまいね、うん、本当に、うん、今回こう1キロアップなんですごい脂が乗ってて美味しいんです、うん、あ、そう、はい、それとマダイの昆布締めですね、はい、はい、あとは白子と春野菜の茶碗蒸し、うん、
ですね、はいはい、あと今日はねもう本当に極寒前日っていうことでもう夜が寒いんでね、うんうんうん、あとあのポッカリと湯豆腐をご用意させていただきます。ああいいですね、はい、あとちょっと箸休め程度に2台の西京焼きをね、はい、つまんでいただけたら、はい、今日はゆっくり話ができるんではないかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はんなりの大将牧野真也さんでした、はい、ありがとうございました。はい、それではじゃあ召し上がりながら、はい、はい、お話を、ね、まずじゃあ乾杯しますか。はい、乾杯しましょう。はい、乾杯。はい、うまい。じゃあ、あのね、大将が言ってた、そうですね、このどうしようかな、何かにしようかな、とりあえず私マグロちょっといただいて今僕もマグロ行こうとしたんですよ。茶碗蒸しにしてくれない？茶碗蒸し行きましょう、うん、これ白子ですよ、白子、白子の茶碗蒸し。いやー、マグロやっぱり本マグロやっぱり違うわ、全然。これ見た目もですか。いや、安藤さん、刺身見た目もすごい綺麗ですよね。ねえ、うん、これは抜群です。はい、そして大作さんは今、はい、茶蒸しを召し上がってますけれども、うん、うまい。シンプルだな。シンプルなのが本当に美味しいという意味かもしれません。そう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 、このね、余計な言葉いらないですよ、うん、いや、うまい、美味しいね、うん、なんかね、あのね、あ割と ね, ね, 優, しあね、優しいよね、くどくないよね、うん、変に濃くない、うんうんうん、とっても出汁がね、優しいわ、うん、出汁が効いてます、うん、そうよね、うん、これ、日本酒欲しい。もうそれで今、白子食べちゃったんで、ね、早そう、パワフルに、あ、メインを先食べる派ですか。うん、なんかね、我慢できなかったかなりお腹も空いてきてしまったもん。僕も白子を食べちゃいました。あ、食べた、ね、やっぱりね、僕や安藤さんは1956年生まれで、もうちょっとパワーがね、欠けてきてるもんですから、うん、白子を食いたかったんですよ。ね、同年代ですけど、安藤さん早生まれなんで、学年は僕より先輩ですけども。あ、うん、お元気ですよね、うん、本当に今。何がさ。うん、うん、うん、うん。いや、ラジオの前に皆さんに改めて紹介すると、あの、はい、安藤さんは、あのこの浜松在住でいらっしゃいますけど、はいはい、の作家さんなんですけど、あのご出身は二俣のご出身で、天竜、そうです、はい、今母校はない、そうですね、何でしたっけ、統合されたから天竜高校になったんですね、二俣高校なんですよ。そうだそうだ、二俣高校と天竜連業一緒になったでしょ、うんうん、で、春野高校はその分校になってっていう形なんですけども、うん、あ、そう、はいはいはい、で安藤さんは二俣高校から明治大学に進まれて、で浜松市役所の職員だったということでね、はい、市役所、はい、もう市役所の職員の時からもう書いてらしたんで、うん、あ、それは副業ですね。副業っていうか仕事の合間に返したんですか。そうですね。あ、そう、はい、もろに、うん、そう、割とこう、なんていうの、それができるあの仕事だったというそういうこと。いや、それはオフレコってことで、オフレコだよ、もうオフレコも何ももう大体みんなに分かっちゃったなみたいな感じですけれども、分かっちゃっていたかもしれませんね、うん、でも市の職員の仕事の中でもいろんな仕事がありますからね、そういう意味ではね、うん、うん、うまくこう時間を使って、そうですね、書かれていて、うんうん、それで賞を取っちゃった。そうですね、はい、お、最初取った賞っていうのは何とか賞、最初取ったのは、うん、日本推理サスペンス大賞っていうので、はい、ええ、おお、それはすごい、1995年ですね、1995年、20年以上前ですね、23年前、あ、そうです、今を遡ること、そうですね、23年前、はい、そうですね、うん、早いということはまだ30代、それは30代の終わりぐらいですよ、そうですね、30代の終わりぐらいから、ね、95年っていうことはさ、うん、だって、そうですね、56年
生まれですもんね。うん、やっぱりそうそうだから、うんうんうん、40になる前です。あ、前ですね。ね。うん。それで結構それが何プロになるきっかけってもうそこでもポンと踏み切っちゃったんですか？あ、それで初めて本が出したんですけど、うん、その第2作は全然出せれなくて、それで5、6年出せれなくて。うん、それでそうこうしているうちに注文もなくなっちゃって、うん、どうしようかと思って、でもやっぱり書きたいなって、はい、うん、それでたまたまその時に保健所とかに行って、はい、で健康増進課っていうところに行って、うん、それでまあ児童虐待とかね、はい、そういう窓口でもないんですけども、そういうところを目の当たりに見て、うん、はいはい、うん、これは書かないといかんなというような感じで、それで書いて、でまた別の賞に応募して、はいはい、それもまた賞をいただいて、あ、それで辞めました。あ、そうなんですか。はい、その虐待のあれっていうのはあれ岸文字、そうです、岸文字。はいはいはい。では東京入谷のあれですか。あそこじゃなくて、あそこじゃないの方、え、荻窪の方です。あ、荻窪の岸本人、ね、うん、ああ、そう、あ、僕らはほらあの何だっけ、入谷の岸本人みたいな、結構有名なんでね、じゃあもっとあれなんだ、ちょっと中央線の方の、そうです、そうです、岸本人の方は関係はないですけどね、うん、特には、うん、あ、特にはね、はい、うん、それでそういう、まあ、虐待を書くってことは要するに人間を書きたいっていうところとも相当やっぱりそうですね、あったんですよね、はいはい、うん、まあ、今は保健師さんで、当時は保健部さんなんかよくずっと見てて大変だなと思っていて、それでそういうのが動機になって、ね、それで書きました。で、あれなんですよ、大作さん最近、はい、要はあのドラマの原作になったりとか、はいはいはい、で、うん、してるもっていうのはいわゆるね警察小説って言われるジャンルのものを、ね、今安藤さんは結構たくさん書いてらっしゃるんですよね、うんうん、警察小説っていうのは改めてどんなものか、要するにミステリーだとかサスペンスだとかいろいろ言うじゃないですか、うん、でも警察小説っていうふうに言われるジャンルっていうのはね、何をもって警察小説って大体言うのかなと思うんですが、うん、やっぱり、うん、ビジネス書っていうか、うん、そういうのに近いんじゃないかなと思うんですよね、うん、で組織、うん、組織の中で働く人たちがどういう思いで一つの仕事を達成するかっていうところで、同じ同僚とかあと事件関係者とかこう対峙していくんですけども、その中で一つの仕事はきっちり仕上げないといけないんだけど、内部でこう圧力があったりとか、まあそういう感じでしょうね。警察という組織の中にいる人々をこう描いていくっていうことなんですよね。どっちかって言ったらそっちなんですよね。そうすると、まあ、なんていうかね、その組織そのものをあのなかなか調べないと分かんないですよね。そうですね、うん、はい、それはどうしたんですか。もうたくさん警察の方々とお会いして、うんうんうん、もう何百人にも会ってお話聞いて、うん、で警察の本が出るとそのたんびに買って、はい、っていうことをずっとやってましたね。あ、うん、警察の本っていうのはそのあの小説ではなくて、あ、小説ではなくて、なくて、そうです、そうです。警察に関係するのでその普通のノンフィクションでやったり、うん、はい、こうグラビア雑誌でやったりとかね、はい、そういうのたくさんあるので、うん、出るたんびにこう買って、何百人という警察にお話を警察さんに話を伺うっていうのはどういうふうにして警察署に行って、ね、行ってすいませんっていうの行くと、やっぱりあの僕の最初は父親なんかがこう、はい、父親の同級生が警察 OB だったもんですから、はあはあ、そういう方に会って、そういう人からこう少しずつこう紹介していただいたんですね、うんうん、なるほどね。はあ、はあはあはあ、でちょっとテレフォンショッキング風にあのどんどんこう友達の友達を、ね、紹介していただいてっていう感じでももう全員それが警察官っていう、うん、それでお話を伺っていくと、そうですね、うん、なるほどなるほど、
それは大体どういう話、それぞれ部署が違ったりするとまた違う話が聞けてくっていうことですかね、警察でも。そうですね、うん、でもその人やっぱ普通の事件のことは当然話せないもんで、はいはい、そこら辺はね、うん、差し障りない範囲で話を聞いていってっていう感じですけど、ね、あとやっぱりあの警察官の日常的なことっていうものが多いですかね、話としてね、そうですね、うん、割と知ってるようで知らないこと多いと思うんですよね、うん、そうですね、分かんない部分がいっぱいありますよ、知らないね、うんうん、まあ小学校の時にね、友達のお父さんあの警察官なんだよって言われて、あちょっとかっこいいですね、うん、かっこいいというかその女の子 あのお父さんだから女の子らそうそう、だからさなんかね、その子いじめちゃいかんなとかさそういう感じやっぱやっぱ小さい時って警察官って怒られちゃうっていう感じがあるじゃないですか、うん、なんとなく何も悪いことしてないんだけど、うん、してなくてもちょっと怖い、うん、そうそうそう、やっぱり、うんうん、結果的にどっかで変なところで石投げたりして悪いことしてるけどでもなんとなくね、やっぱね、そういう怖いイメージがありましたけどね、うん、うん、そう。で、どうなんでしょう、今安藤さんのようにその警察小説を書かれている作家さんっていうのはかなり増えてらっしゃる、3、4年ぐらい前まではそんなになかったんですよ、うん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 、ここ、うん、あ、ここ5年、3、4年ですかね、うん、もうものすごい増えてしまって今本屋さんに出てるのだと時代小説か警察小説をまとっていないと売れないっていうか、そういう時代になっちゃって、僕もなのでライバルっていうか、昔は本当そんなになかったんですけど、今はもうものすごい数の月にすると10点以上こう警察小説出てくるじゃないですか、ね、多分もっとかもしれない、どうですかね、10点はないのかな、でも10点ぐらいあるような気がしますけどね。僕最近思ってるのは、そのなんとか捜査っていうタイトルのものがものすごく多くて、ね、安藤さんは何捜査だったな、安藤さんは広域捜査とか、それから最近のこの間クリスマス出たのが、みんなでやる総力捜査みたいなタイトルですね、でところがね、なんとか捜査って他にもいっぱいあるんですよ、そう何これみたいに思っちゃう、パッて本屋さんで見ると捜査ってあればとりあえず警察小説っていうのは読者も分かるもんで、もうそこだけですよね、多いですよね、僕もできれば他のタイトルにしたいんですけど、はい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 、うん、出版社としては捜査の方がいいんですかね、やっぱ売れるっていうことでもうそこにしちゃうんですよね、あ、うん、なんですかね、佐々木嬢さんとか、そうですね、なんとか捜査、うん、ありますもんね、そうですね、うん、他の方もね、いっぱいいらっしゃるんですよね、うん、そうですね、います、うん、なんで、困りますね、困りますね、本当にそう、ライバルがたくさんあって、でも内容的なところとかね、そういうところで、どういうふうにそのライバルと差別化を図ろうとか。僕は出が公務員なもんで、なんか、ええ、もう編集者の人にもよく言われるんですけども、うん、真面目すぎるとか言われて書いてる中身が、どういうこと、真面目すぎるっていうか、真面目すぎるってどういうことですか、そのもう砕けた描写ができないっていうか、あ、堅苦しい描写になってよっていうか、あ、まあ組織だもんで割とそういうのは合ってるかもしれないんですけど、うんうんうん、っていうのはよく言われますね、ちょっと色気欲しいよとか、そういうことですか、そう、そこまでは言われないです、ね、それは圭介さんの願望じゃない、いやいや、でもね、安藤さんの小説でもやっぱり、当然警察官も男性も女性もいるので、うんうんうん、女性のね、捜査員、要するに主人公の、うん、ずっと後輩とか部下とかで女性がいたりとか、あるいはまあ、なんていうの、自分のもともと先生だった人が刑事になってて、それで、そうですね、ね、教え子が自分とコンビ組んでるみたいなね、うん、それが結構面白いなと思って、第二捜査官っていうので、そう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 、はいはい、そうでした、ああいうコンビっていうのはどうやって思いついたんですか、あれは、警察の裸の警察っていう、もう20年、はい、25年ぐらい前に出た本が、
ノンフィクションみたいな本があって、その中に1、2行高校の教師が教え子が薬剤になってしまったもんで、その理由をどうしても知りたくて、で刑事になったっていうのが2行ぐらい書いてあったんです。それだけですね。それで、それだけで、それだけですね。それでキャラクター、このキャラクターいいなと思って。ああ、そうなんですかね。そう、理科の先生でしたっけ、あの、そうですね、物理、ね、物理の先生。そうですね。が、あの、刑事になっちゃった。うん。で教え子の、あの女性と一緒にそうでした。もういろいろ、今すごいいろいろ妄想しちゃってますよ。もう何を妄想してて。でもなんかやっぱり、他のシリーズで出てくるもの、僕ここに、ああ、今日持ってきてます。うん、あ、打てない警官、これはドラマにもなりました、うんうん、日本推理作家協会賞受賞作もコロナ禍に入っているという、本ですけども、これって柴崎礼二という警部が主人公のシリーズ、うん、でここにもやはり女性の、警察官が出てくるわけですよね、はい、うん、でやっぱり、うん、何かこう、やっぱ安藤さん真面目っていうふうにおっしゃったけれども、いいところでうまく出してるっていう感じがとってもするんですよ。あ、それは助かります、ありがとうございます。かなりだって女性出てきたらやっぱりそれなりの役割をかなり与えてやることが多いじゃないですか。そうですね。うんうん、それがね、意外と自然にふっと出てきて、うん、なんかむしろそれが自然な感じがあってとてもいいんですけどね。あ、自分のそのなんていうんですかね、その作った小説のその登場人物たちっていうのを安藤さんは好きですか？そう、好き嫌い、うん、好き嫌いっていう、うん、好き嫌いっていうのにやっぱり自分の分身みたいな感じだもんで、はあはあはあ、うーん、うん、分身ね。そうですね、やっぱり小説って怖いんですけど、はい、僕はかっこつけてかっこいい人を書いてっていうふうに思っても、うんうん、もう文字にしてたくさん書くとどうしても 字が出ちゃうんですよね、自分の、はあ、はあはあ、本、うん、自分の本性っていうか、うん、うん、だからすごい怖いですね、うん、そういう意味では小説。あ、なるほどね、うん、でもいろんな登場人物が、うん、出てきますけれども、うん、その大体ある程度決まってるパターンでね、うん、やっぱり主人公がいて、で部下の警察官がいて、うん、で副署長がいてとかね、なんとなくは割と安心するんですけどね、こう決まった顔ぶれっていうのを我々読んでて慣れてくると、この人がいて、なんかあこのそうそうそう なんだか本当にやる気あるのかなんか分かんないけども、な、まあ、でも悪い人じゃないんだよねっていう感じのキャラクターの人もいたりとか、そこがもうなんか休まるというかね、うんうん、そういう感じがしますよね。で女性の署長なんかも最初はほら、あの大丈夫かなキャリアの人みたいな感じなんだけど、でなんとなくこう少しずつこうそういう溶かし方っていうか、そこはやっぱり一気にこう溶けないけど、なんとなく少しずつこう出てくるみたいな。そうですね、うん、書いていくとだんだんこう、うんうん、その人の気持ちになっていくもんで、こう、うん、その人の名前とか思い浮かべると、うん、思い浮かべると、うん、セリフもこう割と自然にこう出てくるみたいな、うん、そういう感じになりますね、だんだんね。警察小説そのジャンルでいくと、これからね、まだこう書いていきたいものっていうか、そういうのはあるんです。ある程度こう今のものっていうのをもう少しこうつなげていきたいっていう。そうですね、うん、っていうか僕らは、うん、注文を受けてなんぼの世界だもんですから、あ、僕が自分でこう書きたいものっていうよりも注文が来て書くもの立場だもんですから。それは出版社からこういう内容で書いてくる。そうです、そうです。編集者は一番売れるものって考えるもので、そうすると勢い、僕の場合は今警察小説しかないしかない、うん、しかないとか言わないそんなほぼ、うん、まあ他のミステリー的なものも書かせてはくれるんですけど、うん、警察小説が圧倒的に多くて、うんうんうん、これの、うん、打てない警官中の、うん、今作で、うん、
総力捜査中なんで5冊ぐらい5冊ありましたよ。そうです、これが、うん、これが12月に出たばっかのなんですけど、そうですね、総力捜査、そう12月25日、これが5作目なんですけど、うん、打てない警官っていうのが第1作で同じ主人公がずっとやってたんですけど、柴崎玲治、あ、なるほど、うん、シリーズになってます、ね、5作目ですね、そうで、うん、まさかそこまでシリーズのものになるとは夢にも思ってなかったし、うん、これ持ってますか、うん、持ってる、もう読んじゃった、あ、読んじゃった、うん、もう12月25日に書店に行ったらこれがあったかすんかっていう、あ、そう、もう年内に、これの打てない警官っていうの第1作も、うんうん、週刊新潮に最初は短編で依頼、うん、50枚の短編でって依頼されて、はいはい、で50枚書いたんですけど、はい、もうそれでポシャだと思ってて、原稿料だけもらって終わりって思ってたんですけど、うんうん、ただまた2年ぐらい後にあれの評判良かったもんであれの続き書いてくださいって言われて、そうでまた書いて、そういうのが 3,4 回あったら1冊の本になったもんで、うんうんうん、で推理作家協会者もいただいたもんで、うん、じゃあまた次って言ってどんどん膨らんでっちゃって5作目まで来ちゃって、うん、でまた3月から新しい第6作目を書かないといけない、はい、書かないといけないあ、そうですか、でずっとでも主人公柴崎玲治はもうずっと綾瀬署にいるでしょ、どうすればいいでしょうこの後本当に僕もどうすればいいのかなと。でこの人だってもともとこの打てない警官の本庁から左遷された若き警部はっていう時代がまず柴崎で最初なんですけど、いまだに同じだと思うんですよ。あ、こっから来てるんですか。そう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 、これの流れ、これの流れ、柴崎玲治警部の話なんで、ずっと綾瀬署なんですよ。そうそうそうで彼はしかもあの刑事部じゃなくて刑事部の刑事じゃないですよね、刑務部って言って庶務的なところ、はい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 、総務部門、うんうんうん、そこにいる人なんだけど、でも刑事としての活動みたいなのどうしてもするから やらざるを得ないやらざるを得ないんでするんです、うんうんうん、そうするとなかなかあの出来のいいあの刑事なんですそうですね、うん、面白いんですよ、まああと他にも、うん、今やってる、やりかけてるのが、うん、何をやってるのかって、うん、もうすごい、それは何か連載中、あ、そうですね、これこういうのとか、はいはい、首実験、おう、これは小山警部ですか、女形警部ですか、女形警部なんで歌舞伎役者が警官になるっていう、女形警部千之助、これ斬新ですね、ねえ、うん、歌舞伎の女形として人気の村山千之助には警視庁から捜査技能伝承官に任命された警部というもう一つの顔があった、そうですね、捜査技能伝承官、何ですかこれは、こういうアイデアはいつ思いつくんですか。あ、これはですね、うん、あの編集者と話してる時に僕のアイデア一覧みたいの見せた時に、うん、一番下の方に玉様警部っていう玉三郎の玉様警部、僕冗談で書いたんですよ、うん、僕警察のことから、うん、じゃなくて、あの、うん、歌舞伎のことなんか何も知らないんですけど、うん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 、言ったらこれがいいとかっていう風になってしまって、うん、それから僕も慌てていろいろ歌舞伎見たり本読んだりして急いでやったりして、うん、急いでやったり急にやったりした風にいつもね全然思えないんだけど例えばほらずっと綾瀬署にいる人ですから、なんもうこういう警察ものって、ね、あの地理分かってないと全然書けないじゃないですか。そうですね。そうだからもう、でも Google マップがあるもんで、あ、言っちゃいけないですあれ何ですか、バッタのアンチョコみたいな感じですかね。そういうことですね。今や言っちゃいけないかまあ、まあ、便利な時代ですよ今は。なるほど。あとこれも始まってしまってこう、うんうん、お、これも始まってしまってて、こっちもね、これは安藤義明夜の所長2、これは新宿警察署の、そうですね、これ夜の署長もありますね、普通のオーソドックスな歌舞伎町、新宿の歌舞伎町の事件ですね、そうですね、そうそうそう、この夜の署長シリーズ
もうこれ何冊ぐらいなの？夜の所長がまだあって、夜の所長が第一作が去年、あ、一昨年のやつだね。一昨年泣きぐらいに出て、うん、でまたこれが先月から連載始まっちゃって、はい、先々月か、はい、はい、始まっちゃってっていう困ったような言い方をしないでください。とっても困ってまだ最初に全部お見せしちゃいます。今連載してるのが、あ、すごいいっぱいありますね。はい。書きまくってますね。ええ、これ締め切り追われてるってことですか？そうです、そうです。これがもうじき終わるんですけど、はい、ミラクルファイブ。そうです、そうです。これは赤羽、うん、中央署っていう架空の署が舞台の。はい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 。ですね。綾瀬とか赤羽とか足立区とかあの北区とかなんか割とそっち方面が多いですかね。そうですね、なんか赤羽の方なんかあるかなっていう感じで、うん、それだけですね。大学の時は別にその辺うろうろしたわけじゃないでしょ。全然、全く。あ、そう、はい、連戦にあたり急遽見に行っただけですもんね。あ、そうなんですか。そうです、すごいね。でも前にもいろいろ取材して、あの日本全国なんかトラックで公演って言って、そうですね、でなんかすごい大変だったんだけど、でもちゃんと本にはなってるじゃないですか、全部。そうですね、全部取材したものはやっぱ書いちゃってますよね。そうですね、うん、全く無駄にはしてないですよね。そうですね、すごいなと思って。はい、いやいや、ありがとうございます。いや、これからまだね、これノンから別冊文芸、それからこれが J ノベル、うん、うん、これとこれも本屋さんからなくなっちゃいましたけどね。あ、全部ウェブになっちゃって。あ、そうなんだ。はい、そっか。あ、なるほどね。これは本屋さんにありますけどね。すごいね。でも、はい、あとこれも打てない経過も3月から始まるなんてどうしようかなと思ってあ、そう、はい、いいじゃないですか。でも、うん、ちょっと楽しみにしますよ、うん、もうみんな楽しみにしてると思いますよ。それは全部短編っていうか、うん、原稿用紙だって100枚ぐらいので、うん、読み切りのが、うん、4つ同時にやらんといかんもんですから、はいはい、そうすると登場人物だけでも、はい、一編につき10人ぐらいあるもんで、はい、ちょっと名前をつけるだけでもすごく大変。あ、前にもおっしゃってましたよね。そう、はい、登場人物の名前をさ作るのが大変で。僕の名前使ってくれてもいいんですよ。平野大作大変です。あの、殺される役でもいいんだよ。よければ、はい、ぜひぜひ、はい、ちょっと平野大作っていう名前だ、なんか大物っぽい名前すぎない？そうですね、なんかちょっと殺される最初にすごいんですよね。映画監督さんみたいな、映画監督みたいな。ありがとうございます。もうぜひ使ってくださいもうそうか、本当にやっぱ名前作るのも大変だなと思いますけどね。あの新聞の移動の時期のとかだと、何か、うん、教職員の移動とか出てくると新聞を切り抜いておいて、うん、そういうところから、あれヒントにしてるんですか？いや、ヒントっていうか、もうとにかくいろんな時にこう名前の、うん、まあネットでもあるんですけど、はいはい、なるほど、そういう苦労もあって、ということで ね、今日はいろいろお話を伺いましたけれども、はい、あのまたぜひね、あの楽しみにしてますんで、はい、いっぱいなんか書きながら締め切りがありまた書いてっていう繰り返しで大変だと思いますけれども、ぜひ頑張ってください。はい、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで大作さん、はい、こんなにね連載が始まっちゃってとか、うん、これからまた書かなくちゃいけなくてとかって、うん、いつも困りながら、なんかね、いやいや仕事してるわけでもないとは思うんだけどねえ、いやでもなんかすごい気さくな方で、そうですよね、気さくでね、謙虚なね、そうですね、感じで、うん、そう、ぜひラジオ聞きの皆さんには今話の中で何回も出まして打てない警官とか出所せずとかね、うん、このあたりの短編がこう連なって一つのものになるというような、うんうん、そういう風な形になってるんで読みやすいですから、うん、ぜひ読んでみていただければと思います。はい、でそういう警察小説以外に一つ今日紹介しておきたかったのが、はい、強奪箱根駅伝というですね、あの箱根駅伝のテレビ中継と、それから実はモデルとして使われているのは神奈川大学陸上部と、うん、で、まあ、あの犯人と警察とと、うん、いうことで、
これすごいまた安藤さんが細かく取材してて、僕もそういう駅伝の中継の現場にはいたので、はい、この本読むと、うん、あ、こんな感じだよねって思えちゃう。すごいですね、そこがすごい、うん、もう日テレの社員みたいに通ってたってね言ってましたからね。ぜひそんな強奪箱根駅伝はもう10年前に文庫本になった本なんですけれども、はい、あの全く輝きは失っていないので、ぜひ読んでいただければというふうに思います。うんうん、それでは、はい、箱根駅伝って日本テレビがずっと中継やってますけど、ずいぶん長いこと、今使ってないんだけど、この曲をテーマに使っていました。はい、リマールでネバーエンディングストーリー。ソエルフラワーズプレゼンツ、伊藤圭介のヘイウエスタン。花粉知恵袋ちょっとあったかね、まあ、今までよりよかったね、3回目だから、ね、やっぱせーのって言った方がいいですよ、せーのっていうか、はい、まあ、また次回はい、ということで、あ、さっき言わせちゃったんだけど、あの酒場放浪壁なんですが、はい、次回はあの浜松を舞台に映画を作られて、ノリソレという映画を作られて、今度また一本完成させたというですね、うんうん、映画の俳優さんであり、あの映画のプロデューサーでもある、はい、袴田光さんをですね、お迎えしてお送りしますので、どうぞお楽しみに。再来週の放送ですね。はい。はいはい、さて、花粉知恵袋なんですけれども、はい、来てますね。来てますか。来てますね。ヤスさん、浜松市東区の方です。はい、左肩がご実肩に、左足首負傷中のヤスさんです、今回は花粉知恵袋に投稿します。些細なことなんですが、カレーライス、はい、ルーをご飯にかけて食べる派、はい、とご飯をルーにつける派といるんですが、そんなんいるんだ、ご飯をルーにつける、どちらが正しい食べ方なんでしょうか、教えてください、うん、ご飯をルーにつける、ご飯のルー、スープカレーみたいな、でもご飯をさ、ルーにつける、うん、つけないって、ああ今出るからね、里見さんも言ってるんで、うん、おー、それはと、あのクリームシチューをね、うん、ご飯かけるかかけないかとかね、うん、ああ論争になったりしますが、 あるね、うん、シチューシチューとして食べてっていう、それでご飯べっこみたいな感じと、まあカレーと同じようにご飯の上にシチューをかけてとかね、うん、そうか、カレーか、カレーか、カレーの場合はどうなんですか、うん、この人ね、ヤスさんも、うん、私はルーをご飯にかける派です、だから普通なんだよ、これ、うん、だよね、これ普通なんだよね、分かった、もう混ぜ、ぐちゃぐちゃに混ぜましょう、混ぜて食べてください、美味しくなさそうだよ、美味しい美味しい、大丈夫、俺なるべく混ぜたくないな本当に、いや美味しいですよ、あれね、ぐちゃぐちゃに混ぜて、うん、ゆで卵もね入れて一緒にぐちゃぐちゃに混ぜて、ね、食べると意外と美味しかったりするんですよ、例えばさ、カレーのね、その器にご飯ボーンと置いて、その上にダーってかける、うん、かけ方と、それからご飯の部分とこっち側に、あのルーでもって池作ったみたいな感じの、あのそういう形ってあるじゃないですか、それでもいずれにしてもさ、ルーの方をご飯にかけながら食べない、そういうことです、ご飯の方を持ってるルーにこうつけて食べるのはないかなと思うんだけどね、今日の私たちの意見としてはもう決まってます、ルーをご飯にかけて食べます、そうですね、はい、ということ、これ質問だったんですか、今これ、うん、そうだって、お二人はどうですかって、ああ、そういうことか、そう、そういう答えだとりあえずね、でね、次は、はい、まだあるんだよ、カレーうどんさんカレーなんだ、カレーカレーうどん、カレーきっとカレーうどんさん、花粉さん、こんにちは、こんにちは、いつも疑問に思っていましたが、うん、みんながリア充ってよく使いますが、ああ、はいはいはい、いつもへえとか知ったかぶりをしていますが、本当はよくわかりません、うんうん、本当の意味と使い方の見本を教えてください。よろしくお願いします。ああ。大作さんどうですか。リア充。リア充って普段口にしないでしょ。あのなんかネットでさ、うん、書き込んだり書くだけで口にしないですもん、普段会話の中で。でも若い子は知ってる、高校生。もう5、6年前にもう高校生は結構リア充って言ってて。要するにリアルに充実してるっていう、まあ、そういうことですよね。でそれっていうのは、その、なんていうの、うん、実際にこう口でやり取りするんじゃなくて、実際リアルにお付き合いをしている彼氏、うん、彼女が
いるっていうようなことでリア充って使いますよね。そういうことか。そう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 。だから本当の意味っていうのはだから現実問題としてちゃんと異性のそのお付き合いしてる人がいるっていうのがリア充。そういうことっていう。童貞じゃないければリア充ってこと。童貞？違うの。童貞僕の前に道があるじゃないんだよそれは高村光太郎じゃないですよ。それは全然字が違うからね。あー童貞とか処女とかそういうのは関係ないんですよ。だいたい今時そんな人いないんじゃないですか。あんまり大人の場合いやし大人の場合大人の場合もみんな大人になってるんじゃないですか。まあそう、うん、分かんない分かんない、うん、あだからうんなのでこれ本当の意味と使い方の見本を教えてください。うんうん、まあ、知らない知らない投げちゃいましたそうまあまあ仲良くしてますみたいな僕は仲良くしてます、うん、っていうのが、ねうん、リア充リア充だよね。そうだよね。じゃあこのラジオネーム、うん、カレーうどんさんは、はい、多分そういう答えを期待してるわけじゃないでしょ。どういうこと。この人はもっともっと、もっとなんか面白い答えを期待して多分書いてきてるんですよこれを、うんうん、言ってすよ面白い。いやだからもう何も思いつかないから思いつかない、うん、そうこれ面白くどうやって答えてるリア充本当にこのカレーうどんカレーうどんカレーうどんちょっともう少しこっちがひねれるようなネタをそうだよねこれちょっと振りが雑なんだよね。雑だったね。まあ出してきてくれる人にそんなこと言っていいのか分かりませんまあそんな感じで先生がおっしゃってますんで、はいはい。もう一つ、山川サバオの妹今日最終日も使いましたけれども、はい。旦那の晩酌のお供おつまみに苦労しています。どんなものがいいですかほうおつまみもう食事はねもういつもこの時期は鍋、カレー、鍋、時々おでんみたいな感じでやってるらしいんですけども、うんうん、まあ鍋やスープの味を変えながら、うんうん、今日も鍋、明日も鍋だけど味は違うよみたいな、うんうん、で、だけどおつまみ、旦那のおつまみの方はちょっとどうしようと。缶詰でいいんじゃないですか。缶詰いや今だって缶詰のおつまみサバ缶とかそうそうそう結構いろいろおつまみ缶詰っていうのが結構ね あるじゃないですか。だいたい多分里見さんがそれいつも買って飲んでると思うしね。もうキッチンドランカーだと思うからもう、ね、大作さんのおつまみどうですかね。僕はじゃあ作ってもらうとしたら、うん、案外重いもの好きなのか唐揚げとか好きなの。ああはい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 、うん、唐揚げあとね餃子はご飯のおかずにもなるけど、うん、おつまみにもなるっていう意味でも餃子もいいかなと思うんですけどね。そっか、うん、あんまりおつまみって欲しいとは思わないですよ僕は。そうなんだ。なんかね本当にちょっと柿の種とかね、うん、ポテチとかあれば本当に大丈夫本当にご飯はご飯として食べたいですよ。ああでもねちょっとお酒飲む時はそんなんでいいな。俺メヒカリの唐揚げとか食いてますか。あそれはあのハンダリさん行けばね食べれるからね、うん、ハンダリさんね最近夜定食始めてるんで。ああそういえば、うん、僕まだ食べてないけど、うん、この間ちょっとメニュー見すごいですよ。本当、うん、お腹いっぱいになっちゃう本当にって何の話。そうかまあでもとりあえずそういうねお店でどういうものが出るかっていうおつまみを参考にするのもいいんじゃないでしょうか、うんうん、あとはまあつまみの缶詰も一応今あのいろいろ、うんうん、あのアヒージョだとかいろんなものが缶詰になってなんか、ね、結構するので、うん、そういうのも参考にしたらどうかなって。だってお家で作れないものが結構缶詰になってたりするからね、うんうん、そういうのもいいんじゃないかなと思います。はいはい、はい、ということで、はい、花粉知恵袋はこんなところで一曲挟みますかね、はい、あのもうすぐあのバレンタインもう今日2月2日ですから。そうですね、あと12日後にはバレンタインデーです、うんうん、ということで結構好きなおじさんちが結構好きなんだよパフューム。ああパフューム、ね、パフューム、うん、で僕も好きですよ。好きなの、うん、足が良かったりするね。いやもうああ足がね足、うん、じゃあまあチョコレートバレンタインデーちなんでチョコレートディスコ。ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。あのせっかく CD 探したもんでかけたんですけどやっぱちょっと時間ないなっていう感じでしたから、はい、であの最後のコーナーはお花のプレゼントなんですけれども、はいはい、ですねお礼のメール来てます。あら、はい、はい、ハドポッポさん、はい、
先日はお花のプレゼントを採用していただき、またお花を届けていただきありがとうございました。はい、数日前届けていただいたお店に用事があって訪問し、うん、届けていただいたお花も見てきました、うん、ということでその写真もねつけてくれました。ありがとうございます。とっても可愛いね、お花、うん、これが花風車から送られた、はい、これがね、これを届けましたよ。はい、ありがとうございます。このお店のご夫婦からも素敵なお花をありがとうございましたとお礼の言葉をいただき、送ってよかったと思いました。また機会があったらお願いします、うん、ということでした。いや、よかったですね。喜んでいただきました。ありがとうございます。はい、そんなわけで今週なんですけども、はい、こちらの方、あっこちゃんというラジオネームの方ですけども、よしじゃねえか。ゲースケさん、お花屋さん、こんにちは。私の近くに陰でみんなの力になっている素晴らしい人がいます。その方は自分のことよりも人が喜ぶことをいつも考えている。それは利害関係とかではなく、その方の持ち合わせている素晴らしい人柄だと思います。私もいつもお世話になっているんですが、本日2月2日はそんな素敵な人のお誕生日なんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。その方にぜひお花のプレゼントをお願いしたいです。素敵な方の名前は和田さん、ぜひお願いしますということで、いろいろね、宛先など書いてありますので、はい、じゃあ今回は、はい、この和田さんのところにあっこちゃんから、はい、お花をお届けしよう、お届けします、はい、ということで、また毎週ね、うん、お一人の方にソイルフラワーズプレゼンツということでですね、はい、お花をお届けしようと、お届けします。はい、うん、中区、中旧浜松、旧浜松、うん、中区じゃないごめんなさい、旧浜松と、あと豊橋、はい、うん、届けますということでね、うん、お届けしますので、ぜひちゃんとお名前とかね、お届け先とか書いてくださればと思いますので、うん、そうですね、はい、またこの番組のホームページもご覧になっていただければというふうに思います。花風車さんから何かお知らせございますでしょうか。お知らせ特にないですけど、まあ、あのお店でね、ラジオ聞いたよって言ってもらえたら、はい、サービスじゃないわ、なんかおまけのなんかくれるらしいんで、ぜひうちのお店聞いたら言ってください。めちゃめちゃいい加減な社長だよ。なんかくれるでしょ。なんかくれるって。あ、そうなんですか、うん、でもまあくれることは間違いないと、間違いない、いうことでございますんで、うん、はい、一つね、またお出かけいただければと思います。はい、豊橋か、豊橋のお店僕行ったことないんで、今度行ってみようかな。いや、いいぞ別に。あ、いいよ。じゃあやめよう、遠いからとか言って、はい、ということで今週もお送りしてまいりましたけれども、はいはい、次はまた再来週ということで。そうですね、うん、もう2月の何日か分かんないけど、うん、2月のね、2の16日がね、金曜日ということで、はい、はい、ぜひ皆さんまた聞いていただければというふうに思います。はい、2週間に一遍だとなかなか大作さんにも会えないなと思ってるんですけどね、ちょっと寂しいですけど、じゃあまた再来週お会いしましょ しょう、はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、この番組は花風車ソイルフラワーズの提供でお送りしました。2018年新春スタート、ソイルフラワーズプレゼンツ、伊藤圭介のヘイウエスタン。メインコーナーは圭介の酒場放浪壁、その他花風知恵袋、まああとはおいおいにってことで、第1第3金曜日午後3時はヘイウエスタン。